中年オタッキーです。繁忙期に突入しておりまして、なかなかねどうしてもね、運送業はね、夏が近づくとね、忙しくなってきます。お盆過ぎぐらいまではね、猛烈に走ることになるんですけどね、飲み物がね、たくさん、出ます、動きますんで、一応ね、そのコロナウイルスのね、影響でその荷物が減ってたんですけど、十分仕事は回るようになってきましたね。はい、じゃあ今日はね、カメラ紹介、前回予告しました、カメラ紹介、このカメラの紹介ですね、これオリンパスペン D っていうね、 D ですね、カメラになります。前回の動画 の予告でも、話しましたけどね、和高様からいただいた、カメラになります。本当にありがとうございます。それでは動画スタートしてまいります。はい、このオリンパスペン D なんですけどね、1962年に発売されて、66年ぐらいまでは、販売されていたみたいですね。D っていうのはおそらくですけど、デラックスの D じゃないかと思います。先に発売されていた、オリンパスペンですね、これはペン S ですけど、まあ、これ初代モデルですけど、レンズがね、これね、ペン S でね、 F2.8 だったかな、 2.8、F2.8 ですね。で、標準モデルは F3.5 ということで、比較的ね、その暗いレンズ、当時でしたね、暗いレンズがついてたんですけども、おそらく、ペンでも明るいレンズで撮りたいという要望かなんかあったのかわからんですけど、まあ、当時はね、レンズが明るければ明るいほどいいと、もてはされていたようなので、これね、これ 1.9 のレンズがついてますね。で、このレンズがね、非常に映ると評判で、ネット上でも結構人気が高いです。ピント合わせが必要になります。ペン、オリンパスペンで、まあ、有名なのはペン EE シリーズですけど、EE シリーズは、標準モデルはね、ピント合わせが不要な、パンフォーカスのレンズがついてるんですけどね、これは F1.9 ということで、結構シビアなね、ピント合わせが求められます。まあ、といっても、シャッター速度を落として、絞りを絞ったらね、結局は、似たようなことにはなってくるんですけどね。で、シャッター速度がね、最速で500分の1、一応バルブも搭載してます。で、絞りも手動で、ピント合わせはなんと目測です。1.9 の開放で撮って目測っていうのは結構困難だとは思いますが、まあ、目測式だからしょうがないですよね。レンジファインダーとかをね、搭載しても、その距離計のね、間隔が短すぎて正確に測距できないだろうし、まあ、一眼レフにするのは、ペン F まで待つということになりますけど、一応ね、露出計を搭載されてます。ね、これが露出計です。露出計がね、示す、EV 値に合わせてね、シャッタースピードとかをね、調整していくんですけど、合わせたシャッタースピードね、これ小窓がついててね、見えるかな、この小窓にね、 EV 値が出るようになってます。だから露出計で見た EV 値に合わせて、これで12なら12だみたいな感じで合わせることも、できるんですね。僕は全部ヤマカンで今回は撮って、露出計は使う、動いてるけど使わなかったですけどね。で、これ初代モデルなんでね、ペンの初代シリーズのモデルなんでね、裏蓋が外れるタイプです。で、一回試写してね、光線漏れがあったんで、結構光線漏れ対策しました。よいしょ。だからこうやってね、蓋がなかなか開かないです。あ、ゴムのパーツが外れちゃったな。よっと。で、漏れやすいのはね、おそらくですけど、ここね、ここから漏れる可能性が高い。それと、漏れたらもう即死なのが、こっち側ですね。この、フィルムがここに巻き取られていくんですけど、ここから漏れるとね、もうフィルム直撃なんで、一応僕はここにゴムのシート貼ったんですけど、それがなかなか調子悪くて、で、上からは対策しなかったですけど、漏れません。あ、対策したんだ。
この上にね、薄いゴムをね、ずーっと貼ってます。このカメラはね。これでとりあえずね、光線漏れなしになりました。こっちから漏れてたのか、こっちから漏れてたのかはわかんないんですけど、まあ、もう一遍、どっちか外してテストする。で、ファインダーはね、初代ペン。初代ペンはね、これね、最高式ブライトフレームなんですよ。こっちからね、入った光で、ファインダーにミラーがついてる、中にミラーがついてるんですよ。そこにフレームを反射させるんですね。だからこっちを隠すと、フレームがなくなるんですけど、こっちの方がね、どんな角度で見てもね、フレームがちゃんと浮き上がる。ちょっと高級仕様なんですね。で、こちらはというとね、中にフレームが書いてあるやつになります。これはね、ちょっと見る角度によってはね、フレームが消えてちょっとイライラしたりはするんですけど、まあ、この、露出系を内蔵してるということでね、構造的に無理が あるんで、最高式ブライトフレームは、まあ、とっつけるスペースがないということになりますね。で、発売価格にね、ちょっとたどり着けなかったんですよね。発売価格、当時の価格、普通のペンが1万円前後なんで、1万4、5000円したのかな。ちょっとわかんなかったですね。いろいろ調べたけど出てこなかったです。で、写りなんですけども、一応ね、今回、作例を撮ってまいりました。でね、光のないシーズンでして、できるだけね、屋内写真と反射を意識した写真ね、何もかもが濡れてるんで一通り反射しますから、反射した写真、反射がね、ある写真をね、意識して撮ったんですけども、レンズ自体はね、非常にシャープに映っていると思いますが、今回ね、使用したフィルムはケントメアの400の余りフィルムだったんですね。光線漏れがあるかなと思ってね。で、余りフィルムで撮って400で撮るとやっぱね、モノクロの400で撮ると粒子が目立ちますね。結構ね、これ適正時間で現像はしたんですけどもね、拡大するとガー粒子出るなっていう、感じにはなりました。できればね、やっぱハーフサイズカメラは100のフィルムで、悪くとも200のフィルムぐらいで撮りたいとこでしたね。で、今回の作例ね、雨の日ばっかりで、雨の雰囲気を出すために若干ね、全部アンダーで撮っていったんですけど、まあそういうことがね、できるのもね、これフルマニュアル操作ができるということでね、ペンシリーズの中でフルマニュアル操作ができるのは、この初代のね、そのペン、フルマニュアル操作できるのは初代のペンと、このペン D、それからペン F、そのあたりになりますかね。やっぱマニュアル操作ができるっていうのはいいですね。いろいろとね、コントロールできますんでね。特にね、モノクロはね、全部、被写体を全部シルエットにしたいとか、オーバーに、わざとオーバーに撮りたいとかね、そういう遊びでね、写真をね、いじったりしますんでね。はい、今回のね、そのペン D ですけど、とてもね、最初はね、先週も、前回の動画でも言いましたように、無限巻き上げ地獄になってたんですけども、それ以外はね、非常にコンディションが良いもので、この無限巻き上げ地獄ってこの軍艦部を開けてね、巻き上げのダイヤルを外すとね、リンクがあるんですよ。そのリンクがね、外れて起きる現象でして、結構ね、簡単に治るのはなるんですけど、構造がね、理解できるかどうかにかかってます、修理はね。修理のやり方をね、もう一遍とか言う人もいるかもしれませんけど、ちょっと、あんま時間もないし、元気もありませんって、撮影が難しい、修理のね、撮影が非常に難しいんですよ。これね、リンクにね、スポッてはめてあるだけなんで、傾けたりするとそれが外れるんですよね。一歩組んでしまえばね、外れない構造にはなってるんですけど、なんか衝撃を与えたりするとね、そのリンクが外れて無限巻き上げ地獄に陥るようなので、例えば布団の上にポンって投げたりとか、そういうことをするとね、壊れるかもしれないですね。ペンシリーズなんですけど、このペンで、
だけではなくてね、他のすべての、ペン EE とかね、EES とか、まあいろいろありますけど、ほとんどのカメラがね、そのコスト的にね、そのレンズにコストを振ってるんですね。で、内部構造はね、非常にチャチク作ってあります。だから荒っぽく扱うとね、結構壊れやすいんで、例えば EE シリーズなんかね、シャッターボタンガチャガチャやってるだけでも壊れると思いますね、あれ。なんか引っかかってね、飛んでいったとかね、その引っかかりがね、おかしくなったとか。そんな感じでね、壊れやすいカメラになりますんでね、ペンシリーズ、フィルムね、そのフィルム代が高くなってきてるんで、通常のね、まあ、枚数の倍取れるということでね、倍楽しめるんで、まあ、大事に使っていきたいところですね。もうハーフサイズカメラね、もう新しくはありませんしね。今日のね、カメラ紹介は、こんな感じになってきます。どうだったでしょうか。まあ、参考になっていただければいいんですけどね、ペンシリーズ、これからね、活躍するぞっていう人特に多いと思います。特にね、こいつはね、ピント合わせとかね、その絵作りができる、高級機。一応ね、ハーフにしてプロ仕様機とかいうね、話も聞いたことがありますけどね、そういうカメラですね。はい、それではここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーなんですけどもね、トップバッターはね、初めての投稿ということですね。これなんて読むんだろうね、 TERAAA でテラーさんですかね。こんばんは、いつも楽しく見ております。初めての投稿をさせていただきます。タイトルはそれぞれの旅立ちでお願いしますということで、ちょっとね、フィルムとかカメラとかのね情報が、なかったんですけど、画像サイズ的にデジタルかな、写真なんですけどね、これ、作品としては素晴らしい作品になってます。タンポポのね、その種になってるやつが寄り添ってる上にね、さらにねバッタが乗っかってるんですよね。それでね、タイトルがね、それぞれの旅立ちということでね、非常に趣深い写真になっています。これなかなかいい写真ですね。まあ、光があったらもっと良かったんでしょう。これ僕十分だと思いますね。タイトルもいいです。はい、テラーさんですね、ありがとうございます。次がね、イクオさんの作品、2枚、カメラがね、ペンタックスの LX、レンズ SMC ペンタックス A ズーム、あ、これ1枚目が A ズーム 2980F3.5 から5.6、2枚目がね、2858F3.5 から 5.6、 フィルムはどちらもオリエンタルニューシーガル100ということですね。タイトルが1枚目がね、3密に注意水遊び、2枚目が逆さ橋ということですね。この作品なんですけども、まあ水遊びをしている子供たちが写ってるんですけども、ちょっとトリミングしたかったですね。被写体がね、下のね、右端に乗ってしまうんで、僕だったらもっと大きくトリミングして、その子供の部分、写ってる部分がね、大きく撮れるようにしますけど、まあ、今、肖像権とかの問題もあって、ややこしいことはややこしいですけどね。で、逆さ橋の方なんですけども、これも、こちらももうちょっとトリミングした方が良かったですね。被写体を強調できないでいるので、もっとトリミングした方がいいと思います。こんな感じかな。こんな感じにトリミングした方が僕的にはいいと思いますけど、どうでしょう。はい、イクオさん、ありがとうございます。次はね、井上ひじりさんの作品、タイトルがね、超宇宙のよう、いいえ、宇宙に行った時計ですということで、キャノン EOS M100、EFM28mm F3.5 マクロ ISSDM、撮った写真を何でもかんでも投稿したんでは、俺はお前の PC のゴミ箱じゃないっていうわけで、何か一つでも意義のあるものと前処してまいりましたが、成果の、いや、十分な成果だと思います。これなかなかいい写真だと思います。これオメガのね、時計のね、をマクロ撮影してるんですけどね、この怪しく光る金属感がね、なんとも言えないですね。こういう写真が大好きです。これね、オメガの宣伝見たくなってしまいますけど、ポスターにして貼ってもいいかもしれないですよ。まあ、オメガの時計宣伝されても僕貧乏なんで買えないんですけどね。はい、井上CGさん、ありがとうございます。次がね、シメイエンさんの作品1枚。タイトルが左右確認。カメラキャノン FX、レンズ FD50mm F1.8SC 前期型。フィルムがね、上海 GP3、 現像液 SPD18.8 分。初めての自家現像で先輩に教えてもらいながら
現像しました、少し多く攪拌してしまいましたっていうことなんですけども、調子は悪くないですよ。てかむしろいいですね。調子はいいと思います、右上の方がちょっと白くなってるのは露出光の関係かな。でも非常にね、あの綺麗な現像になってってると思いますね。これ SPD 現役ですか？現役だと18度8分は結構長いですよね。あ、そんなもんかな？そんなもんかな？わかんなくなっちゃった。十分いいと思います。光はないんですけどもね、この時期らしい写真、ミラーにね、雨粒が映ってまして、この時期らしいいい作品だと思いますね。はい、指名員さん、ありがとうございます。今回の最後になるかな。1都市級さんの作品。1枚ですね。今回は1枚ですね。2枚だ。ごめんなさい。2枚。1枚目がね、ジャンク XT 蘇りました。ビワの実ジュクス。ビワですね。ビワの実ジュクス。2枚目がね、1200トンクレーンの迫力ということで、カメラね、どちらもミノルタ XT、MD50mm、F1.4、2枚目が、MD135mm、F3.5 ということになりますね。1枚目なんですけどね、これ、モノクロでごちゃごちゃした割には、まあまあの写真になってますね。ビワにね、水滴がついてるのが印象的になってます。2枚目はね、ちょっとね、空に露出が引っ張られてね、クレーンが完全にアンダーになってますね。ここはね、マニュアルでね、うまいこと露出を調整したかったところです。それか、もしくはもう完全にアンダーにしちゃうかですね、わざとね。ケントメ100の現像なんですけども、ちょっと粒子が出てるような気がしますね。どのぐらいの温度でどのぐらいの現像したのかな。ちょっと粒子感がありますけど、まあこれはこれでいいかな。フィルム写真らしくていいかな。はい、一都市級さん、ありがとうございます。今回の、投稿作品はここまで。まだまだちょっと待機者がね、3名か、出ておりますね。まだまだね、募集しておりますので、ね、作品投稿のコーナー、ルールは、この動画の、概要のとこにね、ルールを、投稿のルールを説明しておりますので、そちらを参考に、初めての方はね、どんどんね、どしどし投稿してください。大したね、スキルのない私がね、指南してまいります。それではね、次はね、俺のカメラのコーナーは今日はお休みで、やったらやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったらやっちまったのコーナー、今回はね、一都市級さんのやったーのコーナーに投稿ですね。やったーのコーナーに応募します。ヤフオクで落札3台中、真ん中のが1台完成しましたということでね、これミノルタ XD、比較的ね、ハイアマチュア用向けのね、ミノルタのカメラですけどもね、ジャンクをね、これ3つ買って1台修理完成したということですね。今回作品投稿のコーナーにもね、ミノルタ XD のね、作品応募されておりましたけど、見事に修理された電子カメラをね、修理したということでね、なかなかだと思いますね。僕は電子カメラばらす勇気ないですね。でね、今回のこの作品なんですけども、今までずっとね、やったやっちまったのコーナーはね、タイトル固定してたんですよね。なぜかというとね、もう作るのがめんどくさかったんですよ。やったとやっちまったをね、両方でね、一枚の写真で表現するにはね、どうしても加工が必要になるんで。でも今回のね、作品はね、ちょっとやったやっちまったのね、雰囲気がね、しますんで、このタイトル、この一都市級さんの作品、しばらくタイトル画面に、しようかなって思います。はい、今日の動画ね、いかがでしたでしょうか。最後までね、見ていただき、次回の動画なんですけど、次回はね、こいつの紹介になってまいります。はい、キャノン7ですね。キャノンのね、終盤期っていうか、もう一番最後の方のね、レンジファインダーカメラでね、
キャノンのねテクノロジーが、レンジファインダーカメラとしてのテクノロジーがね全て詰まっているね、カメラになります。非常にねあの心地よい、ね操作ができますね。このカメラね古いカメラなんですけどもねちゃんと動いてくれて写真撮りましたが、ちょっと現像失敗しまして、巻きを失敗してね結構なねコマがダメになったんですけど、まあ残ってることは残ってるんでねあの動画にしていきたいと思います。はい、でねもうえらいことになってるんでねニコン F のね写真も撮り上がりましたし、なんだっけ、オリンパス ED やったっけ、ちゃうわ、35ED か、もう取り上がりましたし、ペンシリーズもね続々とね取れてきてるんで、ネタはねてんこ盛りにあるんでいつでも動画作れるんですけど、なんかねワンパターンになってるんでなんかね改革したいなとも思いつつ、このままでもいいのかなと思いつつ、まあ何かねこれをやってほしい、メンテナンスのね動画を作るのはねちょっと時間的に苦しいんでね、またねおいおいやっていこうとは思うんですけどね、そのまあ、いろいろ考え中ではあります。 できるだけね面白い動画にしていったり役に立つ動画にしていったりしようと思ってますんで、特にねカメラのお好きな方、まだチャンネル登録されてない方はねここにチャンネル登録ボタン最後出てきますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。でいいね高評価をね、たくさんもらえるとねどんどん動画がシェアされるということですんで、ぜひぜひねあなたの高評価、お願いいたします。次の動画またいつできるようになる、今週もう一本あげれるかな、そのキャノン7のね、作例を交えた動画あげれたらいいんですけど、なかなか繁忙期になってきてね寝る時間も、かなり厳しくなってきておりますが、また次の動画、出たらねよろしくねご視聴くださいませ。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。